中村博義は、幕末の薩摩藩士、明治期の外交官、官僚、政治家、元老院議官、貴族院直選議員、近景官志向、旧名、総美、変名、吉野正在門、薩摩藩士の家に生まれる。長崎の長崎養生所で、オランダ軍医、アントニウスボードウィンから医学を学ぶ。規範史改正所で英学を学ぶ。 薩摩藩第一次英国留学生に選ばれ、現時2年3月22日、吉野聖左衛門と変名して、鹿児島から密出国し、イギリスで科学を学ぶ。慶応2年1月、シャルル・ド・モンブラン伯爵の勧めで、田中聖子と共に、フランスへ留学。明治元年帰国市販の改正書でフランス語を、教授した。明治2年6月22日、 最後を継ぐ道、山形有友の欧州視察に通弁官として、随行を命ぜられ、明治3年8月に帰国。同年11月5日表部省出資となる。以後、公部省出資、製鉄所、製鉄ゴの紙、製作ゴの紙などを歴任。1873年10月25日、外務省に天神二等書機関、露国公使館在勤となる。以後、 マルセイユ領事、外務一等書記官、露国公使官在勤、イタリア公使官在勤、在イタリア臨時代理公使、外務大書記官、県書記課長、県統計委員、外務省会計主務、同会計局長、便利公使、オランダ在勤、県デンマーク公使を歴任し、1888年7月27日に帰国。1890年6月12日、 元老院議官に就任。同年10月20日、元老院が廃止され、被職となり、近景観志向を仰せつけられた。1891年12月22日、貴族院直選議員に任じられ、死去するまで在任した。若き薩摩の群像昭和57年、鹿児島中央、駅前東口広場に彫刻家の中村信也が、制作した薩摩藩英国留学生の像。 若き薩摩の群像の一人として銅像が建てられている。ありがとうございます。